大井競馬11レース重賞の大井記念です。能力偏差値ですけど、 B ランクが1頭、 C ランクが5頭のレースになります。これから偏差値上位の馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。まず指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線となります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定丸を打ちました能力偏差値1位、10番ミューチャリーです。金相は黄色線上の指数を連続してマークしています。昨年11月の JBC では優秀な指数をマークしています。能力的には上位グループの一角だと思います。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は2000メートルです。指数のピークですが、昨年11月の JBC は2000です。2000は適距離だと思われます。展開面を見ておきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。この馬は中段からの競馬が多いです。ここで先行力分析シート見ておきます。一攫進入予想図ですが、逃げ馬が1頭、先行馬が3頭ということで、ミドルペースからスローペースを予測します。差し馬には少々つらい展開になるかもしれません。先行力で相当してみます。この馬の先行力は68で、2番、あ、これですね、ミューチャリなので、46で、8番手になります。ここも中段からの競馬になりそうで、スローペースなら若干のマイナスが必要です。次に、暫定20丸打ちました能力偏差値2、3番のタービランスです。前走、4走前、5走前と好指数をマークしています。能力的には先ほどの丸を打った10番、ミューチャリーとほぼ同等だと思います。距離を見ていきます。指数のピーク値ですが、前走の船橋は1006。昨年10月の浦和は、1900。11月の浦和は2000でした。距離2000は若干のマイナスだと思います。展開面を見ておきます。昨年の船橋、あ、前走の船橋、昨年10月の浦和ともに2番手からの競馬になっています。この馬の先行力ですが、68で2番手です。ここは楽に好位につけて、スローペースも味方すると思います。次に暫定黒三角打ちました。能力偏差値3位、15番の馬になります。金3走は連続して黄色線を上回りました。能力的には先ほどからの上位2頭に迫ります。距離を見ていきます。指数のピーク時は2走前が1008、昨年6月の大井も1008です。また昨年大井の2000で指数を落としています。2000は若干のマイナス評価した方がいいと思います。展開面を見ておきます。金3走は4番手より前からの競馬になっています。この馬の先行力ですが、68でトップです。楽に先行してスローペースも味方すると思います。その他の馬も見ておきます。暫定バツを打ちました能力偏差値4位、1番ストライクイーグルです。前走は黄色線上の指数でした。昨年秋には船橋、浦和で優秀な指数をマークしています。能力的には上位2頭に迫りますが、2000は少し長いと思います。
次に暫定白三角打ちました。能力偏差値5位。5番、ノーブルサターンです。前走黄色線を上回りました。まあ、ただし、距離2000は長いと思います。展開面でも差し馬で向かないと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想の印になります。本命に20丸打ったのは3番タービランスです。能力偏差値は2位ですが、展開面、対戦戦績の面で高評価しました。対抗丸を打ったのは10はミューチャリーです。偏差値トップではありますが、展開面のリスクから評価を1つ落としました。馬券的には20丸打った3番、丸を打った10番、この2頭を中心に相手は C ランクから選びましょう。